ケケです。今回はですね、今の環境、こちら、枯渇でどんだけあるのっていうことをね、ちょっと検証していきたいと思います。まあ、枯渇きついっすよね、多分。モンクフェニックスあたりも、そんな強く、に対してもそんな強くないと思うし、あと、まあ、モンクフェニックス入ってるデッキって、リガポイとか、迫撃とか、あと、ロヨグとかね、まあ、枯渇がちょっと苦手としてるデッキが多いんで、そういう面でもね、まあ、きつい環境なんじゃないかなと思います。まあ、このデッキちょっと今、適当にカスタマイズしてみたんですけど、まあ、ゴブリン普通に強いし、ギャングそんな環境に合ってない気もするんでね。まあ、で、インフェがモンクフェニックスに強いというところで、バルキルアルフグに強いといった感じで、このデッキにしてみたんですけども、まあ、ちょっと今回、やっていこうと思います。最近ね、枯渇使ってなくて、モンクフェニックスに対してね、まあ、どうちょっと立ち回っていいのかっていうのは、まあ、完璧に分かってる、のではないんですけど、ただ文句に対してプリンセスをね、キングターンに出してスキル使わせなかったり、使ってきたらキング移動できたりとかは、まあ、そこら辺は分かるんで、ちょっと意識しながらやっていこうと思います。それではやっていきます。1戦目、現在順位は234位からやっていきます。234、さあ来ました、来ました、よろしくというところでやっていこうと思うんですけど、ロックスターさん、この人ね、バルーン使いの方なんで、もうバルーンにロケット打っておけばなんとかなると思うんですけど、まあ、ワンチャン文句に跳ね返されるっていうのがあるんで、まあ、ちょっと気をつけていきたいですよね。うわ、フェニックスとかにロケットめっちゃ落ちたけどね。もうなんか、ただタワーにロケット打ってるだけだもんな。卵なくせるか。さあ真ん中連れてって、あ、これ逆サイド連れてけんじゃん。いや、あのゴブリン強すぎ。いいね、これはさすがに打つかな俺。これ打たないで何打つのっていう。インフェも一応あるんで、別に守れると思うんですよね。皆さんはどう思いますか？さあ、こうちょっと釣っていって、よいしょ。まあ、フリーズワンチャン来てもプリンセスが一応出しとこう。さあ、ここは打ってこないと。これはフェニックスか？フェニックス。まあ、その位置ならまたさっき見たく、ゴブリンで逆サイまで走っていきます。4体ゴブリンやっぱ強いな。さあ、これはランバーで低めで受けて、まあこれに対してね、ライドラがちょっと高めに来るんですよね。それが鬱陶しいな。ロケット打つのはさすがにだな。さあ、こうしていって、まあ一旦こうかな。緊急いけそうじゃん。いけるね。よいしょ。OK。これ緊急度でかいな。さあ、こっから。これはまあインフェ置いて。ああ、これロケット打たせて反射させようとしてたんだ。面白いな。さあ、しっかり卵もターゲってるね。オッケー。これゴブリン、うーわー、もったいねー。これゴブリンの数で防ぎきれたなー。3体いるもんな。もったいない、もったいない。取れなきったんで、しっかりとこの位置。これはもう、バルも釣れる位置にインフィを置いちゃって、それに対してはロケットかな。危ない。なんか今生まれようとしなかった。怖え怖え。なるほどね、こうしようか。あ、やべ、これちょっと考えろ。全部巻き込めそう。ここ、倒せ。長い、危ない、あ、危ねえ。うわ、フリーズ今長かった。なんかこういう時って長く感じますよね。インフェ置いて、イモロ、イモです。僕はふう、これ多分跳ね返すでしょ。こっち
誘導誘導。いやまあ最後ロケット一発ボーンって言えば勝てるんですけど、こっからちょいちょい爆破ダメージが入ってくるってなるとまだわからない。さあこれはロケット美味しいっすね。よいしょ、こんな感じでアイスピでまとめてあげると結構いいっすよ。これさフェニックスに勝ってほしいんだけど、頼むマジでお願いします。やめろ、つつが、お、つついた、最悪。ちょっと待ってくれ。さあここはインフェ置いて、うわー怖いなー、いやー怖すぎるマジで。そのさもう跳ね返しが、あでもこれ跳ね返し終わった後にロケット打てばいいだけか。よいしょ、さあちょっと待って、これロケットでまくれんのか、怪しいぞ。あ、まくれるわ。え、びっくりした。最後危ないねこれ。いやそうこれあるんすよ、例えばウッド圏内の時とかに文句出して跳ね返してそこ防ぐみたいな。いや危なかったね今な、俺がちょっと甘かったわ。とか今のところとか俺ロケット最後打って勝とうとしたけど、あそこに文句出されてスキル使われてたりしてたらもうやばかったねっていう感じで。いや文句言うとマジで最後まで分かんないな。さあまあでもなんかいい感じの相性引きましたね。どんどん行こう。さあ来ました、まあディガポイとかが来た時にどう勝つかっていうと、やっぱ基本的にロケット削りになるとは思うんですけど、その序盤のうちにね、あの理想はやっぱ文句とかでキング起動して相手ので、それで、まあ、有利に進めたいっすよね。キング起動したらだいぶ守りやすくなると思うんでね。ザップレイジスパキーかこれ。おお、穴埋め入ってんの。ザップ穴埋めレイジスパキーかこれ。それではないでしょ、スパキがリゴレなんですけど、まあスパキだと思います。これミラー出てきたらとんでもないよ、これこれはとんでもないよ。一応攻める準備はしとくけど、これミラーポンプ来たらたまんない。おお危ね。ってことはジャイスパの、うーんわかんねえ、考えてもわかんないですね。あーこれはもうぶっつめデッキだな。プリンセスをこういう時はここら辺に出しておくといいんですよ。いいことがあるマジで。真ん中寄せて、いや舐めくるよね。で真ん中ゴブリン、あーゴブリンいらなかった。バルキリ積んよ、多分ね、コウモリとかも入ってると思うんだよね。で、ここ大事なのは、バレル速攻で投げずに、一旦落ち着いて、ポンプを待つことかな。ここ相手ポンプ回ってるんで、ポンプ出してくるんですよ。で、ミラー入ってないことは分かったな。もうここに構えといていい。一番。そう。これ先にバレルとか飛ばしちゃうと、次の相手のポンプに間に合わなかったりとかあるんで、まあ一度取られちゃうんですけど、これは大事なことっすね。さあ、ここはとりあえずバレル飛ばしたいな。ジャイのタイミングでしょう。いや、インフェだこれ。一旦。うん。合ってるはず。あ、まあこっちプリンセスかな。コウモリ入ってんのか。あいつを倒せ。オッケー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 。あとはリンゴブでしっかり。いや、ナメ使ってあったんでね。不正でいって、まあ、割れる、ここは飛ばしいな。うまいが、多分入ると思うんだよね、これ。OK。いや、相当入るね。手前のゴブリンが大活躍です。ビーストがいて。さあ、ここはインフェ出してからの。さあ、で、また、バルキリーで真ん中釣っていって、やばそうだったら、やばそう。ゴブリン追加。OK。いや、バルキリーがなんかマジ、思ったよりずっと強いんだけど。さあ、ネクロか？ダックプリー。これ刺さりますね。オッケー、この苦し紛れのジャイは美味しい。インフェ出して、まあ一旦ウッドで、まあさっき見たくバルキリーで、なんならここはちょっとさっきと変えて、先にゴブリンでバルキリーを運命していく感じ。アイスピで耐えると。ヤナメ使ってからバレル刺さりますね。これでもワンパンされさえされなければ大丈夫なんで、コウモリ入ってなかったね。これもジャイ来ますよ。そう来るんだよね。これちょっと釣られないの怖いんで、こうしてあげて。いやこれもゴブリンこっちだな。一旦インフェを守りたい。オッケーオッケーオッケー。でアイスピで釣っていって、さばれる。
落ち着いてますね。もうこれをただ繰り返してロケット圏内になったらロケット撃つ。もうこれだけです。これも相性いいんじゃないかな。いいっすね。なんかディガポイとかロイフグとか来ない。普通にまあみんなとしては今流行りのデッキに対してどう立ち回るのか見たいと思うんだけど、全然嬉しいわ。148。勝てればいい。いきます。さあ来ました。お、相手さん、大トロじゃないですか。中トロでもなく大トロ。とりあえずとかな。多分ね、いや、エリゴレとかだって気がするんだけどな。違うっけ？いや、ロイジェイか。ロイジェイかエリゴレのどっちか。待ってるってことは。おぉ。うわ、すご。さあ、これインフェ。あー、やばい。そう、まあでもこれ、逆にクエイクで、残ってよ。残って。いや、残った。これ残ってるね。オッケー、完璧。完璧ではないんだけど。まあ、嬉しいね。その真ん中フェニックスなら逆サイド釣れると。さあ、しかもバルキリー一発入る。2発入ってほしいな、それはマジで。勘弁してくれよ。これ釣れるよね。オッケー。ちょっと怖いな。ああ、爆発入るじゃねえか、これ。入んねえ。さあ、ロイフグ来たら、ロイフグに対しては基本、アイスピバルキリーウッドとかがいいっすよ。うわぁ、ここ来るか。来ないと思っちゃったな。あ、まあ俺。甘すぎます。アイスピワンちゃん。ああ、まあいいや。いや、大丈夫でしょ、これ。アイスピランでしょ。オッケー、いらん。で、これ。ロキホー、これまた。おお、すごい。ただ耐える、オッケー。これ耐えたんでかいな。あー、これさ、ロケットっていいな。いやー、マジで勝てんのかな、これ。ちょっと待って、いや、勝つんだよ。何言ってんだ。あ、行こい、来たー。よいしょー。やばい、やばすぎ。ゴブリン耐えろ。耐えてるな、それ。よし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 。いや、早くやられんなら、オッケー。いや、だいぶ耐えた。オッケーオッケーオッケー。いや、これでかいな、マジで。サインフェ、よいしょ。インフェ頼むよ。オッケーオッケーオッケー。十分十分十分。十分十分十分。よし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 。いや、これマジで勝てる。来るっすよね、そろそろ。来てくださいよ。インフェが強すぎるわ。怖い怖い怖い。はいはいはい。いや、いや、それやばい。それがやばい。ロケホがやばい。倒したね。キョッ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 キョ。いや、わかんねえ、マジで。どうなるんだ、これ。これは一体どうなるんだ。いや、悪くない、マジで。全然悪くない。打たないよ。はいはいはい。あ、これやばい。ロイフグ来る。当たれ、当たんないの、それ。いや、ロケ2発でしょ。考える考える、マジで。いや、大丈夫だろ、それは。はいはいはい、頼む。勘弁勘弁、マジ勘弁、マジ勘弁、マジ勘弁。こっちゴブリンで押さえて。いや、来たくね、これ。来たくね。おー、ロイフグに勝てるぞ。すごーん、やばい、ゴブリン。あー、よっしゃ。うっ、あー、意外と勝てるもんだな。そんな相性悪くないのかもしんない。もしかしたら。わかんねえ。初見だから、たまたま勝てたのかもしれません。
スタラスティス以降121。いいね、強くね、これ。インフェがね、マジで働きがいいんで、相手も相手で攻めづらいと思うし、案外、勝てる相性なのかなって感じはしましたね。ただ、文句の事故だけが怖いですね。文句が怖い。フェニックスなんとかなる。文句だけ気をつけてください、皆さん。行きましょう。はぁ、疲れた。さあ、来ました。また上のトロフィー引きましたよ。これちょっと待って、トロフィーあげろって言ってるんじゃないの？クラロワのキャミ様が。さあ、これは、とりあえずアイスピで様子見。ウッド入ってんのかな？トルネはあったけど。お！これエルジャイじゃないですか、先輩。これエルジャイっすよ。エルジャイはもう、エルジャイじゃない。タイフ入ってんだけど。え？どっち？わかんない。エレジャイだけど、エレジャイじゃないみたいな。エレジャイではあるんだよな。確実に。俺どうしよう。ああ、まあでもインフェがマジで強いな。呪文入ってんのかな。すげえな。だからもうインフェのカモにしてしまう。鳥だけに。うん、いい感じっすね、今んとこ。ただ、ポンプ、まあ、でも、ミラー入ってるってことは、ポンプ入ってるって感じかな。でも、それだって大砲入ってるのが、なんか、結構、なんか、いろんな、ごちゃごちゃしてない、デッキとして。これ、QC は。あー、ポンプ入ってないでしょ、それ。そんな、入んない、デッキに、何枚も。いやー、一発、でかすぎる、マジで。おー、そっか、跳ね返ってきたのか。ふぅ、最後しっかり勝って締めたいね。いやー、まあフェニックスミラー怖いけど、ライトニング、ちょっと待って、一旦整理しよう。エレジャイ、大砲、ミラー、フェニックス、ボンバー、文句、トルネ、あと1枚隠れてる。ボンバーいったよね。じゃあ隠れてますやん。ライトニングか。ちょっとなんか違ったこと言ってたらすいません。ライト、なんか全然打ってこないんだよな。怖い、なんか。恐ろしすぎる。試合中にさ、8枚数えるの大変じゃない？俺そういうの苦手なんだよね。おお、跳ね返ってこない、でかい。ああ、なるほどな。これこうだな。ああ、クエイクか、なるほどね。OK、ブロ。このインフェは、もうなんて言うんだろうな。微妙な位置にインフェ出しちゃうと、カウンター食らってもすぐ壊されるんで、それならもう思い切って、お、美味しいね。思い切ってこういう位置に出した方がいいんじゃないかっていう位置ですね。あー、でもクエイクだと全然突破されんな、これ。怖すぎ。いや、やばくないそれ。ちょっと待って、大丈夫俺。いや、怖っ。ちょっと待ってくれ。いや、でもそれなら耐えれる。オッケーオッケー。いやー、怖え。いや、全然負けるぞ、こっから。ひー、怖いです。マジで怖いです。これはロケット打った方がいいか。よいしょ。ふうって感じだな、マジで。いや、ここ攻めないと負けるっしょ。あー、行きましょう、行きましょうよ。
よし。さあ、耐えました。いや、バルキリー逆サイ、フェニックス2体持ってってたの、マジ MVP すぎるな。さあさあさあ、クエイクエルジャーにも勝っていって、まあ最近入りのディガポには当たれませんでしたが、またの機会というところで、いいんじゃないですか、枯渇の腕。そんな錆びてなかったなと思いました。86位。このままトラゲ頑張っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。皆さんもぜひ枯渇頑張ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。